本日はアパレル業界に就職して経験したことを紹介します。い、小林です。皆様いかがお過ごしでしょうか。先日アップしましたモーニングルーティンの動画見ていただけましたでしょうか。その動画の後半にですね、祐天寺のフィートというお店で働きますと報告させていただきました。まだの方はぜひそちらもご覧ください。はい、2022年12月までにチャンネル登録者数1万人を目指して活動しております。皆様が楽しんでいただけれるようコンテンツ作りに尽力してまいりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ということで本日はですね、僕はアパレル業界に就職して5年目となります。その5年の中でですね、就活であったりとか移動であったりとか転職とか経験してきまして、ちょっとこうそういったもの、経験したことなんかをご紹介できればなと思います。ちょうどですね4月にもなりまして、ご覧になっている方の中にはアパレル業界に就職しましたよっていう方もいらっしゃるかもしれません。その方にとってはですね、1年目で、どういう、ビジョンで働いていくんだろうっていうのも、見当もつかないと思うんで、ほんの一例には過ぎないとは思うんですけれども、ちょっと僕のアパレル業界遍歴っていうんですかね、ちょっとそういったものを参考になれれば幸いでございます。新卒の方以外もですね、3年目の方だったり4年目の方だったり、もしかすると僕の、先輩にあたる、方もいらっしゃるかもしれません。そういう方にとっては、転職を考えていたりとか、この先この会社で働くのがどうなのかっていう、何か一つヒントになればいいなと思っております。はい、それでは、ちょっと入社の前の就活編ですね。僕は普通の4大、経済学部だったんですけれども、 4年制の大学に通っておりまして、バイトとかバイトも雑貨屋で、特に専門とか通っていないで、ただ洋服が好きだったっていう理由でアパレル業界に絞って就活しておりました。その当時はですね、コロナ禍とかではなかったので、もちろん説明会に足を運んだり、面接も集団ですし、そんな感じで就職活動を行っておりました。周りは結構何ですかね、100社とか受けていたんだと思うんですけれども、僕は割とマイペースじゃないですけど、10社とか15社ぐらい受けたのかな。そのぐらいを受けて、なんとか、ありがたいことに内定をいただくわけでございます。この動画を見ている方の中には、何ですかね、普通の専門とか通っていなくてもアパレル業界に行けるのかと不安に思っている方もいらっしゃると思うんですけれども、全然行けると思います。内定が決まって、幹部の方と新卒の人たちが、なんかご飯食べる会みたいなのがあったんですよ。入社する前ぐらいですかね。で、その時に幹部の方とお話しする機会があって、で、その幹部の方は、普通の4代なんですよ。で、その方が言っていた言葉がすごく印象的で、僕らみたいに、普通の4代に通っていた身としては、やっぱり洋服が好きっていう強い気持ちがあるじゃないですか。なんかやっぱりその強い気持ちがあるからこそ、意外とその業界で強いというか、なるほどなというふうにその当時は納得していたんですけれども、やっぱりなんかそういった洋服が好きっていう気持ちっていうのは、なんか働く上で大事なんだなというふうに思いますので。ぜひ自信を持って自分が好きなものの、業界にトライしていただければなと思います。はい、で、某ブランドの会社に入社するわけでございます。
で、初めは販売員として働き始めます。そして、最初の配属先が立川でした。立川のお店で3年間働くことになるんですよね。1年目ということで、まあ、いろいろこうご教授いただきながら、まあ、いろんな経験をして働くわけでございます。それでですね、2年目に向かう頃で、まあ、会社イヤイヤ期っていうのに入ります。早いよって感じなんですけれども、まあやっぱり何ですかね、不満とかじゃないんですけど、そういうちっちゃい不満、今思えば大したことない不満なんですけれども、そういったものがこう積み重なって、なんか会社イヤイヤ期みたいなのがあるんですよね。で、その頃から結構転職を意識するようになります。まあ転職しようと思って転職するんですけれども、止められたりとか、まあそういったこうわちゃわちゃっとしたことがあったりしました。そんな会社イヤイヤ期を乗り越えてですね、3年目になりまして、僕は YouTube を始めます。で、その3年目の年っていうのがコロナがこう流行った年だったんですよ。コロナが始まったから YouTube をしたっていうわけではないんですけれども、たまたまちょっとタイミングが重なりまして、で、在宅の時間とかも増えて、割とこう編集とか撮影とかの時間が取れるようになったんですよ。すごい、まあいいタイミングで YouTube を始めたなぁと個人的には思っているんですけれども、はい、 YouTube を始めました。で、 YouTube をこう始めようと思ったきっかけがですね、まあ単純に YouTube を見ていたし、 YouTuber っていうのに憧れを持っていました。僕自身瀬戸康史さんがすごい好きなんですけれども、ああいう人みたいになりたいなというふうに思っていたのと、単純にそのお店で接客を通してお客さんとファッションの話をするのがすごい好きだったんですよ。で、なんかそういう機会みたいのってもっと増やせないかなっていうので、僕が YouTube を始めて視聴者見てくださる方とこういろいろファッションのことを、ファッションに関することでコミュニケーション取りたいなと思って YouTube を始めました。で、4年目になるわけですが、4年目にもまあイベントがありまして、移動ですね。3年間立川で働いて、4年目にしてそのブランドの本店にあたる青山のお店で働くことになります。こうブランドを代表するお店ということで、立川で働いた3年間っていうのももうすごい経験だったんですけれども、それとはもう全然違う種類の経験を本店ではさせていただきました。本店ということでですね、いろいろこうイベントとかもあったりとか、本社との距離もすごく近かったので、本社で働いている方といろいろこう話をしたりとか、まあお客さんだけではなくて会社の人と関わることが多くなって、すごいいい経験だったなぁと改めて思います。で、まあその頃もずっと YouTube っていうのは定期的にアップしておりますし、で、まあこういうふうにカメラの前でずっと喋るスタイルだったんですけれども、やっぱりなんかお店で撮りたいなということで、で、撮ったのがフィートのお買い物動画なんですよ。まだ見ていない方はぜひ見ていただきたいんですけれども、あれが、まあ、初めてのお買い物動画になるんですけれども、あの動画をがきっかけで、そのフィートの直人くんっていう子がいるんですけれども、まあ直人くんと仲良くなりまして、で、直人くんから一緒にフィートで働いてくれませんかというお声をいただき、まあ、はいということで、転職するに至るわけでございます。いかがだったでしょうか。まあ、こんな感じで就活から入社、会社イヤイヤ期、 YouTube スタート、移動、転職みたいな感じで、まあこの4年間の中にもいろいろあったわけではございますが、改めてこうやって振り返ることで、まあいろいろあったなぁと実感します。今回はですね、まあそこまでこう詳しくお伝えしていない部分が多くてですね、まあ端折ってお話しする部分もあります。もしですね、アパレル業界の就職であったりとか転職に関することで質問がありましたら、ぜひ
この動画のコメント欄で教えてください。ちょっと何ですかね、給与面とかなんかそういうお金に関わることはあんまり言えないとは思うんですけれども、一問一答という形でいろいろ質問に答えていく動画みたいのも作れたらなと思っております。ぜひですね、質問ありましたらコメントで教えてください。まあ僕が答えられること、僕が答えられることであればもちろん僕が答えますし、ちょっと僕の経験だけだと答えられないなっていう質問に関してはちょっとまあ先輩の、僕の知っている先輩の知恵も借りながら答えたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。もちろんですね、今まで通り全然この動画に関係ないことでもいいので、どしどしコメントしていただけると、日頃のこの活動のモチベーションになりますのでよろしくお願いいたします。もしこの動画が気に入っていただきましたら高評価ボタン、何卒よろしくお願いいたします。こんな風にですね、ファッションに関するコンテンツを発信していきますので、まだお済みでない方はチャンネル登録、何卒よろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。それでは。